皆さん、こんにちは。今回は岡山県の県民性についてのお話です。皆さんは岡山県についてどんなイメージをお持ちでしょうか。まず岡山県の面積は7114km で全国17位、人口186万人、全国10位。全国的に見てもだいたい真ん中の位置にいます。そんな岡山県の印象ですが、まずよく言われることは非常に災害が少ないことです。晴れの国岡山と言われるくらい雨の降る日が少ない。天候に恵まれ、非常に温暖で過ごしやすい県であるということがよく知られています。県民の多くは台風が来ると予想されてもそれると思っています。そんな温暖な気候で非常に自然災害が少ないことから、地域同士で協力する必要性が低く、人付き合いも淡泊で協調性が育まれなかったということが言われています。その反面、少しのきっかけで独自の道を歩み、才能を開花する可能性が高いとも言われています。奇抜なアイデアを出し、反対意見が多くても強引に押し通すことから偏屈が多いとも言われています。ではこれらの県民性はどこから来たのでしょうか。遺伝子は脈々と受け継がれていきます。岡山県は奈良時代に鍬を作り、平安時代以降は刀を作る工業が盛んな地域でした。たたら製鉄を持ち、全国でも有数の鉄の産地でした。そのため古代大和朝廷から恐れられ、吉備の国を滅ぼすために桃太郎が派遣された話は有名です。鉄が時代を制していた頃のお話です。このような大切な刀や鉄製品を作る上では、小さな失敗は許されず、理論立て緻密に考える必要がありました。また肉食が禁止されていた江戸時代に、岡山の津山藩と彦根藩だけが食用場として肉食を唯一許されていました。岡山県民は反骨精神が強く、独立精神が旺盛だったと言われています。また城を持たない町として中四国一の発展を遂げた商業の町倉敷があります。江戸時代の倉敷は交通の大動脈で、地理的に恵まれ大発展しました。当時日本でも倉敷ほど発展した町はそれほどありませんでした。幕府の天領となり、多くの大富豪が誕生しました。そのため倉敷門は武芸者、金持ちじゃけん、プライドが高く計算高いので近づくなとも言われていました。城を持たない町として岡山市とも肩を並べるぐらいに発展した倉敷は、一筋縄ではいかないしたたかな人々の集まりだったのかもしれません。逆に言えば江戸幕府から特別扱いを受けていたので、失敗は絶対に許されないのです。おおらかで何も考えず楽しく生きていこうやという考え方とは何か真逆な感じがしますね。確かに岡山に住んでいて、なんとなくそんな感じがします。岡山県の評論家蛭間隆さんによると、岡山県民はもともと目立ちたがり屋が多かったが、お互いに牽制し合って目立たないようにし合っていたといいます。県民同士が出会うと遠慮し合ってしまうことも多くなってきたといいます。 NHK の国民調査で、年上の言うことには自分を抑えてでも従った方がいいと思いますかというアンケートに、思わない、自分の意見を通した方がいいと答えた人の割合が全国一だったのが、なんと岡山県でした。これには驚きました。私も上司の意見の約半分には反対意見を言っています。長い議論になることも多々あります。これも岡山県民性でしょうか。ただ今までの岡山県民性を探っていくと、十分うなずける納得のいくアンケート結果だと今は思います。ちなみに海の向こうの香川県の県民性を調べてみると、おおらかで小さなことにはこだわらないと書かれていました。向かい合う2つの県でもこれだけ県民性が違うものだと驚きました。車や新幹線であっという間に隣の県に行けてしまう時代は、長い歴史の中でまだ100年も経ってないでしょう。それ以前、何千年何万年という時代培われた県民性は今も脈々と残っているものだと私は思います。昨今何かと話題の多い岡山県、多くのお笑い芸人やスポーツ選手、知名度もだんだんと上がってきたのではないでしょうか。こんな岡山県の県民性、皆さんはどうお考えでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。